お待たせいたしました。それでは出発いたします。あ、撮ってる。あ、撮ってるんだ。うん、発車した。シルクの走りをしてるからね。クリ？クリでしょ。え、俺もっとビビってた方がいい。綺麗なクリが。本日は？ちょっと高いかな。この道具ウェイは現在日本一に近い観光道具ウェイとして知られ、全長300メートル、高低差100メートル、秒速 2.5 メートルで走行し、山頂駅までの所要時間はおよそ3分でございます。進行方向、左手に前で内定の大きな建物が熱海最大級の観光リゾート熱海ベイリゾート後楽園です。いや、綺麗だな。街並みに高くて大きな大変な観光開催の熱海ベイリゾート後楽園お宮の街を向かって左手の方向に乗り手が熱海市民公園と市場へ熱海の場所となっています。これから熱海市民公園は熱海市民公園と熱海市民公園と熱海市民公園と相対速度です。三浦半島、横浜ダウンタウンの町並みに向かって、でも暴走してたらやばい。また山頂展望台には2倍に見えちゃう。あ、まあこっちはこっちでこう言ってるから。愛情岬や、そもそも市内の美しい建物もあります。館内を3階まで上がりますと、秘宝館を一目で、遊歩の中にも愛と秘宝のハーモニーと愛と秘宝の遊歩の愛と秘宝の遊歩の遊歩の遊園地とかだったら、やっぱ俺らだね。最大玄関より外に出まして、右に座る熱海熱海城トリップアート迷宮館がございます。まもなく山頂展望台到着でございます。お帰りの際にお気にしますので、落車のようお願いします。まもなく到着いたします。往復乗車券は帰りに使いますので、落さないようにしてください。秘宝館へお越しのお客様は館内撮影禁止となっております。動画やお写真はご遠慮ください。通りの際は足元階段です。お気をつけください。チェックもどっちかダメだよ。電源オフでポッケに入れておいてください。お前やりそうじゃない。隠し撮りはお前のせいもんじゃん。ダメや。先輩特許って言うの。ちょっと喜んで。寝れなくなる。めっちゃ綺麗だな。